西愛チャンネル愛愛愛西愛チャンネル愛愛愛愛を奏でてゆく西愛チャンネル愛愛愛西愛チャンネル愛溢れる愛をあなたへ。おやっとさ、西田愛です。今日は久しぶりに私がこの冬に向けて購入した一押しアイテムをご紹介したいと思います。イエイ。最近やってなかったもんね、購入品紹介。今回紹介するのはこちらです。リンゴの形をしたイグニスのステップフリーのジェルクリームっていうやつ。正式名はイグニススキンエデンっていうね、ジェルクリーム 60g で4,000円っていうイグニスの、まあ、こういう美容なんていうのかな、ジェルクリーム、美容液というか保湿ジェルっていうのかなで4,000円っていうと、まあ高くもなく安くもなく妥当なラインだと思うんですよ。もっと高価なものは高価だしですけど、まあ何よりもこのリンゴの形のやつがショーケースに置いてあるのに、まず「え、何これ?」って思ってパッて見てみたら、説明のなんつうのポップみたいなやつがこのリンゴの横に置いてあって、これを見た時に私は「私用じゃん!」って思ったんです。4つ特徴があります。いつものお手入れにプラス、だからいつもの化粧水、乳液、美容液っていうのの最後にプラスでみずみずしく健やかな肌にしたい時に使う。これ1個。洗顔後、お風呂上がりとか洗顔の後すぐにお手入れできない時、まずはパパッと塗って潤いキープ。これがね、私惹かれたまず1箇所目だね。私のルーティーンで言うと、お風呂とか上がって洗顔とかして皮がもうパリパリになるのよ。その直後ってやっぱり空気に触れてる時間が長いと早く保湿しなきゃっていうのはあるんだけど、髪の毛濡れたまま私部屋歩けないタイプで、変なところ潔癖症だからさ、まず髪をタオルドライしたいんですよ。でタオルドライして頭に巻いて、で部屋に移動してパジャマ着たりとか保湿したりしたいんだけど、パジャマもさゆっくりそんな焦って着るとまたそこで汗かくからゆっくり着たいのよ。ってなると頭乾かしてる間、そして歩いて部屋行って、パジャマとかを着てる間にお肌がどんどん乾燥しちゃうの。だからお風呂上がってすぐにまずこれでとりあえずの保湿をして、その間に、タオルドライして、パジャマを着に行ってでやっと本格的なスキンケアをするって、その間のカピカピしてしまわないためのとりあえずのジェルとしても使える。ここ私惹かれたポイントで、次が忙しい平日の朝や遅くなった夜はこれ一つで潤って満足。これも酔っ払って帰ってしまった時とか、最近本当にひどいのが、今までこんなのしたことないんだけど化粧したまま寝るようになってしまって、私本当それだけは避けたいなと思ってたんだけど、30超えてからそれがちょっと頻度がね出てきてしまいました。でなるべくお化粧だけは取って寝たいなと思うんだけど、お化粧を取るのに精一杯で保湿までして寝る余裕ないの。酔っ払ってしまう人、同じ気持ちわかるっていう人多いと思うんですけど、そこまでの余裕ないんだけど、もう化粧かろうじて落としました。このままバタンキューなんだけど、これをすくって一塗りするだけでとりあえず朝までカピカピから回避されるっていう、これはもう本当に助かります。朝とかもバタバタするから、朝起きて洗顔して、本当だったらまた化粧水やって乳液やって下地やって、そこからお化粧始めてっていうステップがね女性って多いんだけども、洗顔後の朝のステップもこれ一塗りでそのまんま日焼け止め下地に入れるっていう、つける分厚さ薄さこの違いで夜にも朝にも使えるっていうすごく便利な子で、最後に4つ目がゆったりできる休日はちょっぴり贅沢にたっぷり使ってマッサージやパックとしても使えます。優秀でしょ。だからこれ単品でも1個でも使える、取り急ぎの1個としても使える、いつもの仕上げとしても使える、これでパックの代わりにもなるっていう。テクスチャーどんな感じかというと、こんな感じ、ジェルなんでこんなテクスチャーです。こんな感じ。ここで私がどんなに力説して喋っても言葉だけでは伝わらないところも多々あると思うので、実際に、お風呂上がりそして洗顔後に使っているシーンを見てもらって、でみんなになるほどねそんな感じねともう目で見て感じてもらえたらと思いますので、じゃあ実際に使っているシーンをご覧ください。ドゥドゥ。お風呂上がりです。早速イグニス使っていきたいと思います。これがついてんだけどさ、私なんつうの、貧乏症っていうかこの蓋についたこっち側からいつも使いたいタイプ で本格的なスキンケアをさっさとしろよって話なんだけど、本格的なスキンケアをする前にとりあえず私は塗るので使ってます。なんかシュークリームの中に入ってるカスタードクリームぐらいの硬さ、わかる？このテクスチャーを結構たっぷりめ。ざっと2ミリぐらいの厚さで顔全体にベールがこうガーって薄膜で包まれてるような感覚になってます。でこれのすごくいいところは、これ塗るじゃんでしばらく経つとベタベタっていうかしっとりというかみずみずしさが見事にお肌に吸収されて、どっちかっていうとサラッとなるので、本当にパックの状態で寝ちゃっても全然大丈夫で、とりあえずこれやっといてその吸収してちょっと乾いてきたなっていう頃に本格的なお風呂上がりのスキンケアをしたりすると、すでにもうみずみずしさが整ってはいるから、なんかプラスでちょっといつもより量も少なくて済むみたいな感じで、取り急ぎのほんとケアには抜群の対応力があるなと思います。伝わったかな？こういうわかるでしょ、カスタードクリームみたいな感じって。でも傾けるとドローっとちょっとずつほらこうやって垂れてくるぐらいのテクスチャーの硬さだから、塗っててもこぼれてくる心配とかないっていうか、美容液とか化粧水ってほら床にこぼさないようにシュ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 ってやんなきゃいけないけど、なんかそれがいい感じに肌の上にピタッとくっついてくれる感じって言って、今喋ってる間でもだいぶ2ミリずつの分厚さで塗ったはずなのに、もう1ミリないぐらいまでお肌が直接こう触れられるぐらい吸い込んできました。なので急いでスキンケアしたいと思うので、これで終わります。今年の冬の保湿の手助けになるであろうスキンエデンジェルクリーム4000円だって。興味のある方は、イグニスじゃなくてアルビオンとかのね置いてるお店見てみてください。あいちゃんもっとこういうのあるんだよっていうの情報知ってる方は教えて。どんどん勉強してますけど追いつかないんで教えてください。西大でした。髪も乾かさなきゃ今から。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。